バーンペイオ軍は、大中部、サムトサー高ーン県にある軍である。バーンペイオとは、カカシの村という意味である。由来については講述する。古くは、森林地帯で多く野獣が住む、漁師しか訪れない場所であった。漁師でさえ、頻繁に道に迷うため、目印として旗を立てることになった。この旗は柱に布を巻いた旗で、ペオトンと呼ばれた。 ラーマ4世の時代、1866年に、この地域にターチイン側とメイクローン側をつなぐ運が、ダムヌーンサドワックが掘られると、農業や運搬が可能になりこの地域は開発され、入植者が入ってきた。この時、バーンペイオという名前がついた。1907年バーンペイオは当時サムットサーコーン、県にあったバーンボー軍へ編入される。 その後1925年ナコーンパトム県、サームプラーン軍のタムボンや、サムットサーコーン県バーンボー軍のタムボンを吸収し、軍として成立した。軍はターチイン川とクローン川の間にある平地であり、その間にダムヌーンサドゥワック運河が通っている。軍内には国道3097号線が通っており、北はナコーンパトム、南は サムトソンクラームと通じている。軍内の産業は主に農業であり、果物が多く作られている。海には接していないが、海に近い立地条件を生かした養殖場が数多くあり、エビやサリッド魚が生産されている。軍は12のタムボーンに分かれ、さらにその階に97の村がある。自治体が設置されており、以下のようになっている。また、 軍内には7のタムボン養成隊が設置されている。ありがとうございます。